木の国屋ホールは、東京都新宿区にある劇場である。1964年に開場した、ルコルビュージエに指示したモダニズム建築家、前川国夫による設計。木の国屋書店本店の4階にあり、客席数は427席となっている。下北沢のホンダ劇場と並ぶ、小劇場演劇の聖地だが、月1回、木の国屋寄せも行われる。 会場当時から今日まで舞台俳優を志したものなら一度は立ってみたい劇場として名の上がる劇場である。文学座、俳優座、劇団民芸、演劇集団演、小松座、劇団東京ボードビルショーなど日本を代表する劇団が公演。現在は活動していない夢の夕眠り者や第三舞台などの人気劇団もかつて公演を行っていた。なお、 高島屋タイムズスクエア南館にあるブックス、木の国屋東京にも、木の国屋サザンシアター高島屋という劇場が、併設されている。2003年には、第51回、菊池博士賞を受賞した。2017年には、木の国屋ビルとして、東京都選定歴史的建造物に選定された。かつての支配人の金子和一郎が衝撃団を、回って、 キノク国屋で演劇を上演するよう声をかけ続けた。その結果、キノク国屋ホールは、進撃の甲子園と呼ばれるようになり、若い演劇人の憧れの劇場になった。だが公的補助はなく、仮にホールが満員になっても、劇場を黒字化するのは困難な上、10年に一度は必要な照明、音響などの取り替えの度に置く単位の費用を要するため、 書店経営の利益をホールの運用に回す状況となっている。だが、木の国や書店社長の高井正文は、木の国やホールは、木の国やの文化の中で最大のものであり、木の国やの文化継承も経営だとの考えのもと、ホールを守り続けたい意向を示している。2021年には、改装が予定されている。木の国や演劇賞の受賞者でもある劇作家の井上、久しは、 実質のため、木の国やホールでの公演も初日が伸びたり中止になったりしたことがあった。だが、当時の木の国や書店社長の松原治は、井上先生だから待てと指示。次の公演でホールを貸しており、良質な演劇を提供したいという信念を持っていた。ありがとうございます。